石家さんまが1日深夜放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演。俳優中村治成と日本テレビ三浦麻美アナウンサーの結婚に複雑な思いを示した。リスナーからのメールで2人の結婚の話題を振られると、さんまは可愛いんですよね三浦、いつもキャッキャ笑うてくれて番組を盛り上げるために偉いんですよ、いつも楽屋でも三浦偉いなって恋人できないやろって、朝早く番組をやってるからデートできないもんなって、そうなんですって言っててとやりとりを再現した。そのためさんまは結婚しなかったら三浦をもらってあげようと勝手に決めていたそうで、あいつやったら明るい家庭築けそうやし。最後は三浦、俺が面倒見たろうと思った矢先に中村と結婚や。ショックたるものなかったぞ、とがっくり肩を落とした。村上昌司からもう慣れたでしょ。振られるとか、そんな問題じゃないですからと突っ込まれたが、さんまは何人のアナウンサーにそうやって騙されてきたか、今までと猛反論。最近は元フジテレビの加藤綾子アナから話があるんですと呼び出されたとい、俺も高級個室の店取ってあげて、これは離婚しよんねんなと思って。その相談やと勝手に思い込んで、加藤も俺と、もうちょっと噂あったし、よっしゃわかった。加藤をもろうたろと思ったら、さんまさん私、妊活し、たいんですけど、そっち？順風満帆、苦笑。思わず、そっち？って言うてもうたら、加藤パンに、どっちだと思ったんですか？って言われて、恥ずかしくてと頭をかいた。さらに、さんまは女子アナに翻弄されて、来たのは八木亜希子アナからだとトロ。八木と昔の彼氏が別れたら、俺が中に入って二人がうまくいくように動いたこともあるんですよ。そうしたら二人ともに、ほっといてくださいって言われて、俺は時間割いてこう、けんねんと。ありがとうございます。さんまさんのために、あとちょっと頑張ります、とか言ってくれてもええやん、嘘でも。人の恋愛に口を挟まないで、くださいって怒られて。むちゃくちゃやで。俺かわいそうやでと裏話を披露していた。